KT での番号を通知するメール海外プラスナンバーとは NTT ドコモの国際ローミングサービスワールドウィングを韓国で利用する際に NTT ドコモの携帯電話番号の他に韓国の携帯電話キャリアである KT 社の電話番号が付加され通常の国際ローミング通話料金より約27%から60%割安な料金で利用できるサービス 2009年2月16日に発表され、同年3月2日にサービスが開始された。市場環境の変化を踏まえ、2015年12月15日で新規申し込みが受付終了し、2016年10月31日にサービスを終了した。本サービスは NTT ドコモと KT が合同で研究開発した成果であり、一つの SIM カードで、 海外キャリアとの二つの電話番号が利用できる日本では初めてのサービスである。同様に KT の携帯電話利用者が日本にローミングインをした際に同様の割引を受けることができる。なお NTT ドコモではサービスされていないが KT では中国の中国移動通信との提携により中国においても同様のサービスを提供している。なお NTT ドコモは過去に SK テレコムと共同で一つの端末に NTT ドコモ、SK テレコムの二つの電話番号を付与し日本の PDC 方式と韓国の CDMA 方式の両サービスに対応する端末を発売していたことがある。月の途中での申し込み、廃止を行った場合は申し込み月、廃止月の関係なく月額使用量は日割り計算となり、 1>, 1日約10円で利用できる。サービス開始時には、ベッドジム手数料1050円の案内がされていたが、2009年5月31日までは、キャンペーン期間として、ジム手数料が無料となっていた。その後、2010年10月1日から、ジム手数料は、不要となった。利用料金及び割引金額は、以下の通りとなる。パケット料金は、 通常のワールドウィング料金と同額となる。SMS は、韓国番号での利用はできず、ドコモ番号での利用となる。また、韓国国内から、ドコモ番号での発着信を行った場合は、通常のワールドウィング料金となる。ドコモインフォメーションセンター、ワールドカウンター、ドコモショップから、申し込みができる。前ドコモからの申し込みはできない。 NTT ドコモのワールドウィング対応端末であれば利用が可能となる。操作方法はワールドウィングと同様だが韓国へ渡航した際は手動で利用キャリアを KT にする必要がある。自動設定では KT 以外のキャリアに接続することがあり、この場合本サービスは利用できない。また本サービスが適用されるのは韓国番号での音声通話のみであり、 ドコモ番号での発着信やパケット通信、SMS などは、ワールドウィングに準じた、料金体系となる。ただし NTT ドコモを除いたパケット通信料金は、コネクサスモバイルアライアンスの優遇料金が、適用される。ありがとうございます。